小賀城は、現在の茨城県小賀市の渡瀬川東岸にあった、日本の城。室町時代には、小賀五人とも呼ばれ、北朝足利市の拠点の一つであった。小賀久保の本拠となった時期については、小賀五所とも呼ばれる。なお、小賀高の巣の小賀久保館も、五所と呼ばれるため、混同しないように注意する必要がある。小賀城の起源は、平安時代末期あるいは、 鎌倉時代初期に、下神戸行平が、古川の立崎に築いた上官とされている。室町時代には、古学坊、足利重氏が本拠とし、以後、戦国時代の関東における中心の一つとなった。江戸時代には、多くの古代大,大名が入れ替わりで上司を務め、近代上閣として整備された。古賀藩長が置かれ、行政機能を担うとともに、 将軍の日光社参事の宿として、あるいは江戸城の北方の守りとしても機能した。明治時代初期の廃城令により、廃城となり、明治末に開始された渡瀬川の改修工事により、残された城跡も大半が消滅した。渡瀬川の堤防上、三国橋と新三国橋の中間付近に、古賀城、本丸跡と書かれた石碑と解説版がある。古賀城は、 渡瀬川の下半にあり、城の位置づけは、人と川との関わりに影響されてきた。渡瀬川は、上流では主に、栃木県、群馬県の県境近辺を流れ、下流では、太日川と名前を変え、千葉県、埼玉県の県境近辺を利根川と、並行して、東京湾に流れ出ていた。従って、関東を東西に分かつ、境界線であると同時に、 河川交通により北関東及び東京、暴走を結ぶ物流と交通の幹線であった。このような地理的条件により、中世及び近世には重要拠点とされたが、近代に治水が重視されるようになると、大規模な河川改修事業により、下流の石屋土壌と同様に城石が徹底的に破壊された。平安時代末、源の頼朝に従った武将、 下神戸雪平が古川の立崎に上官を築いた。正確な時期はわからないが、雪平が活躍し始めた1180年頃が目安となる。立崎は渡瀬川とその東側に広がる沼地に挟まれた半島上の大地であった。雪平を総じとする下神戸省は茨城県小賀市、千葉県野田市、埼玉県佐手市、吉川市、三里市など、 渡瀬川とその下流の太日川に沿って広がっており、河川交通により結ばれていた。この頃、持ち人王の挙兵にて廃止した、源頼政の首を従者が持ち帰り、立崎に葬ったと言い伝わる。近世小賀城では、頼政ぐるわの頼政神社になる。雪平後、北条氏が鎌倉幕府の実権を握ると、北条氏の支配下に移ったと考えられる。南北朝時代、 北朝、足利市の拠点の一つであった。室町時代後期から戦国時代にかけては小学坊の本拠となる。京徳の乱において、第五代鎌倉公坊足利重氏は関東官令上杉氏と争い、京徳四年今川則忠に鎌倉を選挙されると、下佐古川に本拠を移した小学坊の成立である。氏の勢力範囲は、当時の渡瀬川、 利根川の東側にあった、下宇佐国、日立国、下付国、上佐国、安房国であり、山内上杉家及び大木谷上杉家の勢力範囲は、反対側の上野国、武蔵国、相模国、伊豆国だった。さらに、京都の室町幕府も、上杉氏を支持、新たな鎌倉久保として、足利正友が投下して、30年近く両勢力は、争い続ける。 古川を本拠に選んだ理由は、前面のト根川や渡らせ川が、上杉氏に対する天然の堀となり、守りやすいこと、小山氏や結城氏等、重氏を支持する諸将の根拠地が近いこと、鎌倉久保家の御了承があり、経済的な基盤となったことが挙げられる。重氏は当初、古川の河野巣にあった古学坊館を館とし、立崎の古賀城を整備した後に移動した。この頃、 大木谷上杉家の火災である大田道館は小賀城に対抗する前線城に江戸城、岩月城、川越城を築き拠点とした。小賀久保は代々およそ130年間引き継がれ、古川は室町後期及び戦国時代の関東の中心の一つとなる。永六年間には上杉謙信と北条氏康が久保擁立争いのために本城を奪い合い、 謙信を支援する関白、この江崎久が滞在した。その後、古北上氏の関東支配が確定的になると、古学坊も次第に、その支配体制の一部に組み込まれ、城も古北上氏の管理下に置かれた。A60 年から天正年間にかけては、佐竹氏や結城氏らに対抗するため、法上氏テルのもとで城の整備、拡充が進められる。なお、天正十八年、 小田原合戦時の毛利文書には、ご法城氏の持ち城として、栗橋城、関屋土城が見えるが、小賀城は見えないことから、最後の小学坊を、足利義氏が死去した後の守備めきにも、完全には史上化されず、小賀足利氏の本拠として別扱いされていたことが、わかる。小賀城という表現は、文明三年以後、資料に見られるようになる。以前は、小賀五人が多く用いられていた。 天正18年、豊臣秀吉が、ご法上師を滅ぼした後には、徳川家康に従って、小笠原秀政が入部し、古賀城の修復、拡張を行った。以後、江戸時代には、古賀藩の藩長が置かれ、歴代藩主の居城となった。また、古学坊時代とは逆に、東北方面を睨み、江戸防衛の一端を担った。城主は、幕府の養殖を務めることが多く、 大老の土井都市勝、堀田正都市、老中の長井直政、松平信行、本田忠義、土井都市厚、土井りなどを数える。城下には日光街道の宿場町である小賀塾が展開すると、共に渡瀬川による河川水運も発達して、交通、物流の要所となった。徳川将軍による日光社山では岩槻城、小賀城、宇都宮城に宿泊した後、 に入ることを例ととをしし将軍の宿場の宿つとしても重視されたまた、小賀城は度重なる渡瀬川の洪水に悩まされていたため、他には例を見ない洪水対策マニュアルも整備されていた。母親戦争では、藩内の意見を勤労派に統一して、戦火を避けたが、明治6年に発布された廃城令によって廃城処分となり、建造物は全て破却された。 迅速速図上で当時の概要を確認できる。明治末に度重なる渡らせ川の洪水対策を目的として16年間の大規模な河川改修事業が始まる。この時に主要な車は作閉され、堀は埋め立てられて堤防や河川敷などに変わり、上跡のほとんどが消滅した。建設機械が発達していない時代に、 このように大きな定石を徹底して破壊した例は、珍しく、改修事業の規模の大きさがわかる。ちなみによりま車が作兵された際、小規模な古墳が発見されている。この河川改修の際、遊水池を設けるために、古賀城の北にあった旧古賀藩梁、谷中村が廃村となった。この時、田中正造は、石宿の江戸川分岐点の校門を広げて、 トネ川の水を地勢に従って、東京湾に流すことで、湧水池がなくても、洪水を防げると主張し、足尾銅山の鉱毒問題が、地水問題にすり替えられていると批判した。雪か図節。土入り倉駅。1832年間。国立科学博物館の展示。古賀城の全体図小学坊時代を含む、中世の構造はよく知られておらず、今後の調査。 研究が期待されている。足利重氏時代の上域は、近世古賀城の本丸付近と推定されている。松陰史後には、文明年間に岩松直順が古川に出資した時の様子が記されており、古学坊古書に大きな四足古門があったこと、古書の周辺に宿所と呼ばれる家臣団の集落があったことなどがわかる。なお、船で、 往来可能な古学防観と一体となり、合わせて広大な水城を形成していたとの見方も示されている。伝承によれば、日光街道以前の欧州への古い街道が、近世古賀城内を川沿いに縦断していたとされる。古賀市によれば、観音寺桑は桜町桑に城下町にあたる宿場が展開していた。観音寺桑には、下野小山市の一族が開いた。 小山観音寺があったが、慶長七年頃、城の拡張のため城下に移転している。桜町狂和には、蓮河市の稲輪城県斎が今日構え、その屋敷には、多くの桜が植えられていたと伝わる。模平河岸近くには、鈴目神社とその日当時だった、神宮寺、三ノ丸には、八幡宮、城の南端、立崎狂和近辺には、よりまっさほこら、徳寺、妙光寺、 竜樹院があったが、城の拡張により、江戸時代には、より正穂らを除く寺社が城下へ移転した。戦国時代末期に関しては、最近、池田家文庫の下兎が城、17月の考察が行われた。城周辺の寺社の配置や、川筋が、利根川当選事業以前の状態を示していることから、天正年間の足利氏 死姫木と推定されており、特に死姫木である可能性が高い。この絵図によれば、本丸の位置や規模は、金星小賀城と同様だが、金星の桜門が、大手門とされる。また、金星の観音寺グルわ内には、大沢グルわ、観音寺グルわ、家来グルわとされる区画があり、桜町ぐ内には、大田グルわ、三の丸内には、北条グルわが見られる。 本丸の南側には山内来るは雷聖堂と記された区画もある。五北条氏をはじめとする関東諸氏が城内に居住していたことを示唆するとともに、従来は伝承のみだった小山観音寺氏の屋敷やよりまさらの存在を裏付けている。また、水堀が古学傍観の周囲にまで広がっており、当時は船で往来できたという伝承も裏付けるものとなっている。ただし、 ご茶屋や江戸町など、明らかに江戸期の古賀城下を示す記述があるとともに、天正期とする論拠が、北条ぐるわを、北条宇治政が、ご座したくるわであるという解釈と、栗橋が川口のごきであると断言するなど、天正期と断定できない要素が非常に多いため、注意が必要である。ほぼ北から南に向かって流れる渡瀬川の東岸に、一致した。 小賀城が築かれた大地は、川とその東側に広がる沼地に挟まれ、北から南に伸びる、半島上になっていた。江戸時代の上域は、水堀を含むとおおむね東西約0.45から0 5 5トル、南北約1 8トル程度の広さであり、関東有数の規模であった。上域の西側は川に接し、残りの三方を水堀に囲まれていた。城域の東南から、 南側は通行が困難な沼地であり、これらの沼地と渡らせ川を生かした水に守られた溶害であった。構造は土塁に囲まれた複数の車が直線上に配置された連隔式である。主な車は北から順に観音寺車、桜町車、三の丸、二の丸、本丸、よりまさ車、立崎車である。その他に桜町車の東側には、 水堀の先に、出城と呼び習わされる諏訪グルワがあった。このうち、観音寺グルワ、桜町グルワ、諏訪グルワには獣神たちの武家屋敷、二の丸には、藩主の御殿が置かれた。頼政グルぐるわには、源の頼政を祀った、頼政神社があった。三の丸には、馬場が設けられた。観音寺グルワの北側に、追手門、桜町グルワの東側に、おなり門など、 多数の門が置かれた。おなり門は日光社参寺に立ち寄る将軍が入場する門であり、外真っす門形式でここを開き、周辺には石垣も築かれた。天守は建てられなかったが、土井都市勝によって本丸の西北出スに建てられた五三階矢倉と呼ばれた三層四階の矢倉が実質上の天守となった。高さは約二十二メートルあり、 同様の構造で建てられた、水戸城や桜城の五三海やぐら、松江城の天守もほぼ同じ高さである。他にも、桜町古和にあった模平菓子は、木内との物資輸送や、人員の移動を担った。また、水堀の周囲に配置された寺社は、出城としても機能し、城の防衛拠点となっていた。なお、古賀歴史博物館内には、精密な古賀城下模型が展示されており、 城全体の構造が再現されている。現在の小賀城以降分布河川敷部の小賀城痕跡、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成明治末に開始された渡瀬川改修事業の際に、使用部分は、堤防や河川敷に変わった。堤防の市街地側には、観音寺クルの大半、桜町クルの半分、 百間軒堀等の水堀が残されたが、現在はこれらも、宅地等に変わり、ほとんどの遺構は消滅した。本丸や二の丸等の主要部分は、渡瀬川に架かる三国橋と新三国橋に挟まれた堤防、河川敷に相当する。市街地では、観音寺ぐるわは、西町、桜町ぐるは桜町に概ね相当する。現在の遺構は、以下の通り。その他にも、 お手門、船戸門、桜門関地に、石碑、本丸跡地の堤防上に氷柱があり、かつての上域を示している。城の主要部があった河川敷部分には、作兵された車と埋め立てられた堀の輪郭が、地表のわずかな色調の変化として残っており、航空写真により確認できる。ありがとうございます。